今年4月18日岐阜清流文化プラザ長良川ホールで行われました地歌舞伎公演、今日は東能歌舞伎中津川保存会の皆さんによります造穂八百屋の献立をお楽しみいただきます。お千代半兵衛の物語、八百屋さんのご夫婦なんですが心中してしまいます。お金に困ったわけではありません。恋愛が行き詰まったわけではありません。なぜ死ななければいけなかったのか、その理由は家庭内での今でもよくある揉め事、嫁姑問題。奥間さんという姑さん、喜劇仕立てなんですが切実な内容です。中津川保存会の皆さんの熱演をお楽しみいただきます。皆さんこんにちは。今日は地歌舞伎千鶴公演ご来場いただきまして本当にありがとうございます。私はですね、東能歌舞伎中津川保存会の市川直樹と申します。どうぞよろしくお願いします。開演に先立ちまして少し、保存会の紹介をさせていただきたいと思います。私は市川と言いますけども、市川本名で、市川海老蔵君は本名堀越なので、本家はこっち覚えておいていただけるといいかと思いますけど、冗談ですけど、岐阜県には、32歌舞伎保存会がございます。その中でも東能地方というところは、15の保存会が集まっている一番、密度の濃いところ、そこの中津川が今日は、2つの保存会いうまで、やってきました。最後まで楽しんでいただきたいと思います。最初に、上演します中津川保存会、中千蔵中津川宿に、ございます端を発した、お団宿場の旦那衆から、流れを組んだ保存会でございます。中千蔵という江戸時代の国道から伝わって発展してきた歌舞伎だということは言えるかと思います。いまだにですね、盛んに歌舞伎をやっておりますけども、今度5月2日に、定例のですね、吉例歌舞伎大会というのを中津川の東美濃ふれあいセンター歌舞伎モールというところで開催をいたします。例年ですと3月の第1日曜日が公演の日なんですけども、今回のコロナの影響で延期になって、やっと開催ができるということになっております。この大会実は、この吉例歌舞伎大会という名前になってからなんと今年で69年ということで、69年続いてきております。昨年もですね、延期に延期を重ねて、もう絶対もう自分たちの時に途切れさせたくないということで、もう意地で開催をしたというようなことでございます。今年69回、来年70回目指してですね、皆さん頑張っております。で今日は、八百屋献立というですね、あんまり中央の歌舞伎公演では上演されない芸題をやります。これ実は中津川の保存会で一番たくさん上演されている芸題だと思います。特にこういう岐阜ですとか名古屋ですとか、そういうところに行った時によく出し物として上演される、大変楽しめるお芝居です。解説の方はですね、多分皆さん今聞いていらっしゃると思いますけど、笠井さんが詳しく説明をしてくれると思いますので、詳しくは言いませんけども、笑うとこは笑っていただいて、泣くとこは泣いていただいて、楽しんでいただければと思います。それでは最後まで、ごゆっくりお楽しみください。Thank you.
頼んます。誰じゃ誰じゃ。おお、春部さんか。おお、サンタか、精が出るな。馬様に私が来たと言うてくれ。あ、了解じゃ。馬様、馬様、春部さん来たで。馬様、馬様。なんじゃ、ぞいの世話しない。春部さん来たで。これはまあまあ、太郎兵様でござりましたか。どうぞまあ、お入りくださりませ。なら、お邪魔いたしますわ。いい、どうぞどうぞ。こちらでございますってな。いや、もうし太郎兵様。まあ、この間中は、嫁嬢は参られまして、一回お世話でございましょう。さあ、今日はそのことで来ましたのじゃ。いや、馬様、今日は後進様、嫁女がおらんと、なんじゃかじゃ不自由じゃと思うて連れてきましたわいの。それはまあまあ、ご苦労様でございます。まあ、そういうことなら嫁嬢を入れてやってくださります。おお、うれしやうれしや。これ、お千代さん、お千代さん、馬様の機嫌が治った。はよ、はよ。はい。できましたで、一つ食べてくだされ。それはそれは、よう気がついて持ってきてたもた。私は何よりこれが大好物。ああ、そんなら早速呼ばれますわいな。ようできております。もう食べませぬわい。こりゃまたどうしたわけで。あの嫁女はな、顔は美しゅうても心に鬼が住んでますさかい。その刃物の中へ毒を入れて私を殺すつもりじゃ。これ馬様、言うて良いことと悪いことがありますわい。そのようなことを言うによって家が丸くいかんのじゃ。丸くいこうが四角くいこうが私の家じゃ。いらぬお構いほっといてくださりませ。ああ、言えばこうとこの鎖ばばめ。あらまあ、私のどこが腐っておりますいな。なんぼやおやが商売でも尻から腐るわ。かぼちゃかみかんしかしませぬわい。ああ、といえばこうと、あのここな、鬼ばばみ。鬼？いいもう腹の
と突き据えたわ。こりゃたまる、こりゃたまる。おじさん、何が町役じゃ。クソじじい、かい。それほどお気に入らぬ地をなれば私より立派に去りましょう。今一度太郎兵衛様の顔を立ててお戻しなされてくださりませ。そうかや、こなたから去りますかや。去る去る言うても一度も去らぬによって、今後去らんとな、この母が。そじゃちょいやぞいや。かしこまりました。そんなら呼んでまいりましょう。これ半兵衛や、そなたが行くには及ばぬ。まあ、サンタを使いにやりましょう。サンタや、サンタ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 。なんじゃな、さま、わしは忙しいんじゃ。忙しいなんのって言うて、あのな、太郎兵衛様のところへ行って、最前はいかにご無礼をいたしまして、腹を立てたり立たせたりいたしましたが、腹や背中の挨拶がいつでもできますから、嫁女を連れて早う来てくだされませと言うておじや。あのな、婆様や、わしゃ昼の休憩はもろうているが、夜の休憩はもろうとらんで嫌じゃ。昼の夜のとな、そんな勝手なやつか。仕方がない、ちんやるから行っておいで。本当か。ああ、約束じゃぞ。ああ、行っておいで。ほ、仕方がない、わしが行ってくれ。ちょっと待っててくれや。まさま。何じゃ。やめじゃ。なんでやめるの。外は暗いし、犬が吠えるで。にも、そんな勝手なやつが。仕方がない、そこの提灯持って行きゃ。その提灯で照らせばいいんじゃ。ね、これか。うん、これでな、そこに棒がある。そこの棒でな、犬を追っ払ったらいいんじゃ。おお、あるぞ。婆様、提灯と棒か。婆様、わしゃいいこと考えたぞ。何を考えたんじゃ。俺はな、こうするんじゃ。ここをこうして、縛ってじゃな。ほれほれ、できたできた。そんなことで早いきや。見てみばさ、ええもんができた。こらばさま、ええもんができた。ほら行ってくるわ。ああ、行っておいで。こりゃそれんじゃな、八百屋のばばあもそれんじゃ。こりゃチューリンじゃ、チューリンじゃ。サンタ、ヨー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 。声が大きい。チューリンじゃ、僕に聞こえない。何を言うのじゃ、縁起の悪い。やもやのババアのそれなのと、こう見えても60じゃ。これからしと花咲かしようと思うておるのに、もう腹の立つ、腹の立つ、腹の立つ。これ半兵衛や、
必ず血をさらいの。ひょっとさらんとな。それ、ちょい。もし。やりゃせぬわい。なあ。兄上様にはお変わりのうてお嬉しゅうござります。その方も堅固で長寿をして。これ安兵衛、このところに千代がおらんがいかがいたした？あの千代は町まで使いに参りました。さようか、町まで。これ安兵衛、今宵は後進様、その方に聞きたきこともある。余とともに語り明かそうではないか。さようなれば兄上様、まずまず。はよ行け、はよ行け。そうなる、頼め。
んかの。ばあさま。ばあさま。ばあさま、ばあさま。なんじゃなんじゃ、世話しない。太郎兵さん、連れてきたで。ああ、それはまあまあ、ご苦労じゃった。さあさあさあ、奥へ行って、ねんねしょ。ばあさま。約束の賃くれな。賃はな、朝起きてからやる。寝るときにそのようなこと言うもんじゃない。ばあさま、ビビビル、いいね。もううちの苦労までがわしをバカにしよってか。もう腹の太郎兵衛様、どうぞ、まお帰りくださりませ。入ってもよろしいかな。はい、こちらでございますよってた。いや、もし太郎兵衛様、まあ、最前は一回ご無礼をいたしまして、後で半兵衛に叱られましてな、まあサンタを使いにやりまして、ようまあ来てくださりました。どうぞまあ最善のことはお許しくださりませ。千代をもともと通りにお戻しくださりませ。それはそのような結構なことはござりません。そなたさえその心なら、これで私も安心しましたわいの。して米城はどこにおりますいな。角口にまたしてありますわいの。あの角口にまたして、この寒いのにかわいそうな、ちょっと入れてやってくださりませ。そんなら入れても大事ないかい。はよう入れてやってくださりませな。これ嫁じゃ、嫁じゃ、あばさまの機嫌が治った。あー、はよ、はよ。はい、はい、はい。と返事はしたばさまの茶碗もあります。ならねばならぬによって、半兵衛と仲良う暮らして、私の面倒を見てたもや。こうして二人の者に心証を渡せば、もし太郎兵衛様
このままはあってものうてもよいもの。明日からはお寺参り。はあ、苦のしゃばじゃ、苦のしゃばじゃ。ダムダム、もダム、ダムダム。呪術まぐるよ。いや申し、お待ちなされませ。お腹がすいたとあれば、今日は後進様、小豆のママが炊いてござります。食べてお行きなされませぬか。それはまあ大好物、ほんなら呼ばれましょうわい。してどのくらいお上がりなされます。そうじゃなあ、私は好きじゃによって。七八杯は呼ばれますわ。あと七八杯。ようござります。何杯でもお上がりくださりませ。そんなら勝手で私の給仕でお呼びいたしましょうわいな。そんなら呼ばれますわい。これ半兵衛や最前にやったこと知らぬと、それちょいやぞいや。あ、もし太郎姉様、おいでなされませ。あとに心がよくもまれか思いてこそ。どうぞどうぞ、こちらでございます。
首である。どこもかも女子のない家はこうしたものか。どりゃ女房顔して身をかいの。もし半兵衛
安兵衛、それいやったか。お、千代もいやったか。これはこれは、兄上様でございましたか。ご無事のお顔を見まして、おうれしゅう存じます。そなたも無事にて、長女、長女。してこれ、安兵衛。近頃噂に聞けば、女房千代を去るとか去らぬとか、その方に限り、そのようなことはあるまいの？決してそのようなことはござりません。なんぞ千代を去らぬという確かな誓いが、見たいものじゃっての。たとえ神仏に寄生かけても、女房千代は去りません。お、神仏寄生かけても千代を去らぬと申すか。それを聞いて手前も安堵いたしたわい。落ち着く兄よ、様に備えた供物、私も一つ食べた、我が身も一ついただきゃ。あい、阿波様のお心こもったそのお供物、遠慮のをいただきます。去ろうか、明日は去ろうかと思うたれど、あの意地の悪い、あい朝、おじき深い、母様の踊りなしゆえ、じっとこらえておりました。もう今日限り縁切った。きりきり出て、行きおろう。切って話した。夫のことはあまりのことに呆れまって、もしこっちの人やっさ、あんべえさ、
女女房、顔を見るのも汚らわしい。去った去った去りましたぞいや。もし半兵衛さん、この間私のトトさんに何と言わしゃんした？千代はどのようなことがあっても去らぬと言わしゃんしたぞい。それに今さら去られたというてどうまあうちへ戻らりょう。悪いことがあるなればどのようにも謝ります。ここに置いてくださりませ。もしこっちの人、こっちの人、この上頼むわ、ハワ様に。もしハワ様、悪いことがあるなれば慎みまするほどにここに置いてくださりますよう口添えなされてくださりませ。もしハワ様、ハワ様、もしハワ様。この身は
まだまだ言うておるのか。ここにおいてはためにならぬ、ためにならぬそなた、それじゃによって出て行け、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 たたずま壊して立たしてやろう。おいたべんとする、まいかねとるよ、えりがにとって引きすべてよ。あの心不所存者め、たった今なんと言った。神仏へ誓いを立てても女房千代は去らぬという言ったぞよ。たとえどこのどいつ、やっさ、どこのどなたが何と言うとも、これ重蔵が加えざ知らず、いや千代ばかりはめったに去らぬ。いやさ、離別いたさぬのじゃ。いや申し、兄御様、たとえあなたが何とおっしゃっても、気に入らぬ地を置くことはできませぬわいな。それでは死に浮かれし仁右衛門殿へ義理が立ちますまいがの。ええ、死んだ者は死に損でございますわいな。あと引き回すはこの私でございます。あなたの出る場所ではござりませぬ。さささ奥へいてお休みくださりませ。それじゃと言うて。さてもお越しなさりませ。これ嫁じゃや、もうもう気の毒じゃ。半兵衛が我が身を気に入らぬといの。さあ早う出ていきゃ、早う出ていきゃ。あらまあ、私は神さんでも仏さんでもないわい。私に早う死ねと言わんばかりに手なぞ合わして、そのような恐ろしい嫁女を置くことはできませぬわいな。早う出ていきゃ、出ていっ、他人の別れは棒の別れじゃ。そうじゃ、このほうきでどつきせてるわい。じいたまたさらずない、ほこりが立つわい。パッ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 、誰かと思えばおいの果汁じゃないか。仏のような馬様をなんで抱つくんじゃない。なんじゃ、仏が聞いて呆れるわい。貴様のようなやつはどつき殺しても俺一人下手人に名乗って出りゃ済むことじゃわい。ようもようも、そのようなへらず口が言われたものじゃ。そのようなことを言えば、ああもうなんもかもてやりゃせんぞ。なんじゃ、かもてやりゃせん。いやい、
てめえのような奴に鴨を追ってもらった覚えなどありゃせぬわい。しょうもようもそのようなことが言われたものじゃ。くれてせめちょっと一杯飲みたいけで、ちょっとこれに取られてから貸してくれた言うたじゃないかい。おい、そんなこといつ言うた。この間は店先で言うたじゃないか。そんな覚えはありゃしねえわい。そんならもう旧暦って感動じゃ。なんじゃ旧暦って感動じゃ。いやいや、いくらやうやう商売でもきゅうりを切るの、ナスを切るのと、そんなごたくを嫌がるとてめえの身の素性を言うてやるぜ。ああ、なんなりとも言え、立派なものじゃわ。言うたら赤い顔や青い顔をさらすぞよ。七面鳥じゃあるまいし、赤くなったり青になったりして大変だ。今になるぞよ、言うてやるかい。ああ、いえやれ。よいババア。よう聞きやがれ。今さらこんなことは言いたかねえけれど、言わなきゃならねえこの場の主義、よう聞けよ。おう、いつぞやのことであったが、死に行かれた仁右衛門さんと俺とが住吉さんへ参詣すると、おう、てめえが門前に破れた御座敷やがって、欠けた碗を前に出して一文二文お恵みくださいませと暴力受けさらした、どこじきじゃねえか。それ顔がこうなった。そこで仁右衛門さんがおっしゃるには、見たところ根っからの否認でもあるまい、年もまだ若えから否認させておくのはかわいそうじゃ、どうだ果汁や、うちへ連れて帰って飯炊きにでも使おうじゃないか、とおっしゃるゆえ、そうでございます。猫一匹助けても功徳になるものです。まして人間を助けるのは結構なことでございます。それじゃあ連れて帰って飯炊きにでも置いてやっておくんなせえと連れてきたというものだ。間もなくして奥さんが亡くなって、それからというもがこの家に女子っ気のないのが幸いして、ぼつぼつてめえがどこじきの本性出しやがって、口にもねえおべっかを垂れやがって、旦那が風呂にお入りになるとやれ、お背中を流しましょうか、おみ足をさすりましょうか、などと抜かすうち、おう、飛んだところまでさすり込んだじゃねえか。おれ、青うなった。まあ、それは良いとしたところで、旦那もついに亡くなったところからてめえが威張り散らしてわがまま気ままのやり放題、
黙って見てりゃなんだ。あろうことかあるまいことか、うちの半兵衛さんに惚れ腐れやがって。としげもね、頭に赤い竹長かけやがって、顔におしろい塗り散らして、つけることにもこと書いて、鼻の頭に瓶まで塗りさらして、何の邪魔だ。それに引き受け、お千代さんはな、世間の人の嫁鏡だ。そのお千代さんを放り出すとは何のことぞ。半兵衛さんやお千代さんはな、この家の相続人ぞ。このうちの者は釜の下の灰までもお二人のものだ。てめえはここへ来た独自じゃねえか。死に行かれた逃げ者さんになり変わって俺がてめえを感動する。さあ出て行け。出て行け。出て、キリキリと出て行け。さらせ。あなたは八百屋の若旦那、お前さんは奥さん、こじきに触ると無双ござります、いや日向くそござります。今朝ほどお姫様が来て置いて行かれたこの碗に箸だけいただいてまいりましょう。舌が長々とお世話になったところ、ちょっとご挨拶でもしてまいりましょう。はて皆様聞いてくだされませ、横丁の八百屋のババは婿の半兵衛や嫁の千代にいじめ出され、にわかこじきになりました。右や左の旦那様、お手元ご面倒ではござりますが、どうぞやどうぞ一問やってくださりませ。
はい、ありがとう。さようなれば、おやかましゅThank you.
まずは、まず。よよなどこりゃ女房、これはそなたへの離縁状。いついかなるところへ貸し付くとも依存はない。早くも、いやさ、キリキリ持って入りさらせと打ちつけて、や表を立つ。半兵衛、遅刻。今さら申すまでもなけれども、その方はもと鳥取の城中にて
は喜作三左衛門の次男に生まれしが、幼少の頃より剣難の相あるゆえ武家にはお気がたく、かかる長期に養子に参りしが、元を正せばあっぱれなる武士、虎は死して川残す死しての後なこそだしけれ、死すべき時に死なざれば死に勝る恥あり、とか。そりゃこの一腰は父三左衛門が形見として下されしが、何時に改めて使わす。見事に切って酒も冷めちまったい。どれそこいらでいっぱい引っ掛けようかい。土の壁にすりつけてやりたいわい。そりゃ誰よじゃ。おお、てめえぞや。ドラ猫と違うわ。ドラもドラも盗っ人猫じゃ。やいばば、ざまみやがれ。あたりくらしに三文落としたような気がするであろうな。何ともございません。そうかや、そうかや。半兵衛や、茶茶一つたもや。かしこまりました。勝手の釜の前に立
こんなところで、太郎さんが奥で呼んでるで。
はよ、はよ、ちゃっと、ちゃっと、と無理やり、生きてはいられぬこの身、せめて千代に一筆なりとも書き残さん。そうじゃ、そうじゃ。人の犬間に、そうじゃ。もう守ってくださりませ。幸あれにて聞きました。死なねばならぬことなれば、私も殺してくだされ。そなたがその心なら、二人が死に場は、あの淀川へ。女房、支度しや。あい。立ちの神。Thank you.
勘弁や。